スチュアート長は1371年から1714年まで続いたスコットランド起源の王朝。1603年以後はイングランド国王を兼ねて同訓連合体制となり1707年にグレートブリテン王国を成立させた。スチュアートはスコットランド語の救済に由来するメアリー女王の時綴りをスチュアートからスチュアートに改めた。 存在が知られているスチュアート家の最も古い祖先は、フランスのブルターニュ地方のブリトン人小貴族フラールド、で、孫のフラールド2世が、ヘンリー1世に従って、イングランドに移住した。その孫のウォルター・フィッツ・アランは、イングランドの無政府時代にモードを支持し、その王子であるアサル家のスコットランド王デビッド1世に、仕えて王室執事長に任命された。この地位は世襲され、 スチュアートが加盟となる。第6代執事長のウォルター・スチュアートが、ブルース家のロバート1世の娘マージョリーと結婚したことによって、スコットランド王室に連なった。1371年、デイビッド2世が没して、ブルース家が断絶すると、ウォルターとマージョリーの息子ロバートが、ロバート2世として即位し、スチュアート長が始まり、以降、ロバート3世からジェームズ6世まで、続いて、 計8人がスコットランド王として統治した。多くの王が幼少にして即位したこともあり、有力貴族間の清掃や貴族との対立に巻き込まれ、王が殺害、連行される事態が相次いだ。対外的にはイングランドとはおおむね険悪な関係で、同盟国フランスを巻き込んでしばしば戦いが起こった。イングランドから、チューダー家のヘンリー7世の娘マーガレットがジェームズ4世に、 かして、ジェームズ5世が生まれ、スチュアート家は、イングランドの王位継承権を得た。イングランドで、エリザベス1世が即位すると、スコットランド女王メアリーはエリザベスが所出であるとして、イングランド王位を要求し、スコットランドとイングランドの関係は悪化した。着死のいなかった、エリザベス一世の死後、メアリーの息子である、スコットランド王ジェームズ六世が、ジェームズ一世として、 イングランド王位にもつき、アン・王の時代に、クレート・ブリテン王国として統合されるまで、両国は共通の王と独自の政府、議会を持つ、同訓連合体制をとった。これを、イギリス史では、王冠連合と呼ぶ。ジェームズ一世とその子チャールズ一世は、王権神授説を唱えて、国王の絶対性を解き、議会と対立した。新京都革命が起こると、 チャールズ1世は処刑され、イングランドでは王政が廃止された。チャールズ2世が王政復興を果たすが、ジェームズ7世、2世は名誉革命で、カトリック王として追放された。あと、ジャコバイトがジェームズ7世、2世やその長男の家系による王位の奪還を目指したものの、彼らが正式に王として、イングランド、スコットランドに迎えられることはなかった。 イングランドとスコットランドの王位は、チャールズ1世の孫にあたるウィリアム3世、及びジェームズ7世、2世の二人の娘によって継承され、アン・女王の死後は、ジェームズ1世の彦にあたる、ブラウンシュバイク・リューネブルク戦ン帝ゲオールクルート・ビヒが、グレート・ブリテン王・ジョージ1世として迎えられて、ハノーバーさんが成立した。なお、ピューリタン革命期に、イングランドでは、王のいない、 空位時代があったが、スコットランドでは、王大使のチャールズ2世が、直ちに即位して、空位時代はなかったとされる。スチュアート王朝の最後の聖員、ジェームズ・フランシス・エドワード、チャールズ・エドワード、ヘンリー・ベネディクトの三人の母妃サン・ピエトロ大聖堂。ウィキメディア・コモンズには、スチュアート朝に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。